ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今度京都に旅行に行きたいと思うの。京都は歴史も感じられて良いところだ。風情を感じながら美味しいものが食べたいわ。とってもいいと思うぜ。ついでに歴史なんかも勉強してきちゃおうかしら。それなら予習していくとより楽しめると思うんぞ。それはいい考えだわ。それなら今回は1200年の都、京都御所の謎について解説していくぜ。楽しみだわ。それじゃゆっくりしていってね。解説の前にまず、京都御所と京都御苑の違いは知ってるか？え、昔の天皇のお住まいが京都御所でしょ。京都御苑の方は初めて聞いたかも。京都御所は明治2年に東京遷都が行われるまでは、天皇の住まい、があった場所で、京都御苑は京都御所を取り囲んでいる国民公園のことなんだ。なるほど、御所の周りの公園が京都御苑なのね。ああ、でも京都の人たちは御苑も含めて、あの場所を御所って呼ぶ人も多いらしいな。なので今日の解説では、わかりやすいように京都御所で統一するぜ。わかりやすさは大切よね。そして、現在公園になっている御苑の場所は明治が始まる頃まで200もの宮家や公家の邸宅が立ち並んでいたんだぜ。さすが都があった地って感じね。始まり破天下を取った豊臣秀吉が、御所周辺に公家を住まわせたことを契機にして、江戸時代には、御所を取り囲むように公家町が形成されていったんだ。でも、どうして今は住んでないの？多くの皇族や公家も東京に移住し、人が住まなくなった建物は廃墟になってしまったんだ。なるほど、東京が日本の中心になったからね。みんな、明治天皇が東京に移動して追っかけた形になるな。同じ皇族だしそうなるわよね。その結果廃れていく京都を見て天皇が御所の保全を命じたんだ。天皇も心が痛んだのかしら。お金も天皇自身が、現在の金額に表すと1億6000万円以上も投じたらしいな。さすが天皇。京都府はそのお金で土地を買収し、壊れた建物を直し、さら地には植樹をして、門まで設置したってわけだ。それほど守りたかったのかしら。天皇も心を痛めていたからな。じゃあ、ここからが本題だ。その京都御所の謎に迫っていくぜ。気になるわ。一つ目に紹介するのは角が欠けた、猿ヶ辻、だぜ。炊事塀に囲まれた京都御所に一箇所だけ不自然な場所があるんだ。何それ怖そうだわ。北東の角で猿が辻と呼ばれる場所だけ外壁が内側に凹んでいる奇妙な作りになっているんだぜ。そういうおしゃれな作りにしてるとか、あまりにも考えが現代的すぎるな。しかもそこには金網の中に身の丈1メートルほどの木彫りの猿が置かれているんだ。急に意味ありげな感じになってるね。実はこれらは、鬼門から京都御所を守るという役割を担っているんだぜ。鬼門、どういうこと？陰陽道において、鬼門は邪気が出入りする不吉な方角として嫌われているんだ。そんな方角があるのね。建物の中心から見て、北東の方角が表鬼門で、建物の中心から見て南西の方角が裏鬼門とされているんだぜ。すごく京都っぽいわ。ところで猿は？猿は古くから、南が猿、マサル、ということから、魔除けなどのご利益があるとされてきたんだ。全然知らなかったわ。だから京都御所の守りは万全だぜ。完璧な布陣じゃない。ちなみにマサルを金網で閉じ込める理由は諸説あるんだ。夜な夜な抜け出しては通行人にいたずらをしたためとか。守るどころか悪さしてるわ。また、祇園に遊びに行くのを止めるためとも、ふるさとの日吉大社に帰りたがるマサルを統治に押しとどめるため、なんて説もあるな。この猿は自由人なのね。人間ではないけどな、他にも不思議な謎があるから紹介していくぜ。ワクワクだわ。二つ目は、糸桜、だ。アニメの必殺技みたいな名前ね。京都御所には、紀仙回遊式庭園の一部であったこの池と毎年3月終わりから4月初めにかけて見事な花を咲かせるしだれ桜があるんだけど、このしだれ桜は細かい糸が流れているように見えるから糸桜と呼ばれているんだ。なんだか雅だわ。きっとこの糸桜に何かあるのね。糸桜自体には、これといって謎はないんだぜ。なんで紹介したのかしら。糸桜に関連した話はあるから落ち着いてほしいんだ。そういうことか。糸桜は、その株が津軽藩に分けられたことで、先代のしだれ桜として定着したんだぜ。だいぶ遠くに引っ越したいわね。しかし糸桜の人への白い花びらは東北で薄紅色の花びらに変わってしまった。場所で色って変わるものなのかしら。そして1895年の平安神宮創建の時に、仙台市長から一本のしだれ桜が寄贈されたんだが、このしだれ桜の元はこの絵帝の糸桜だったんだ。長い年月をかけて京都に地に帰ってきたのね。ああ、もともと、京都御苑にあった糸桜が色と形を変えて帰ってきたことになるな。素敵な話ね。三つ目の話も桜だぜ。次はどんな話かしら。
さっきの糸桜の話でわかるように京都御所では桜の咲く季節になると、いろいろな場所で桜の花を見ることができるんだ。楽しみにしている人も多いのよね。その一つに、中立売御門から京都御所に向かう左側に、御車返しの桜、があるんだぜ。この桜には何があるの？実はこの桜、御水の御天皇があまりの美しさに牛車を返して眺めたという桜なんだ。名前はそこから来てるのね。さすが桜の名所が多い京都だわ。実はまだ京都御苑には桜のエピソードが残っているんだぜ。まだあるの？御所の謙春門の前、学習院跡に、松の倒木から桜の木が生えたと言われている、桜松、があるんだ。奇跡みたいなこと起きてるわ。桜松は、黒松の樹上十数メートルのところに山桜が生育していたものなんだぜ。一度は見てみたいわ。しかし平成8年4月17日に松が枯れ倒れてしまったんだ。じゃあ見れないの？それが桜は松の空洞を通り地上まで根を下ろしていて、今も多くの花を咲かせ続けているんだぜ。すごい生命力だわ。また、京都御苑の桜には山桜やしだれ桜、里桜などたくさんの種類が1000本以上植えられているんだけど、日本の桜を代表するソメイヨシノは1本もないんだぜ。え、理由は何かあるの？いや、そこはよくわかっていないんだ。もしかしらた京都御所で最大の不思議は、ソメイヨシノが1本もないことかもしれないな。調べてみないと気づかないことね。続いて4つ目は猿が辻の北側にある、中山屋敷跡、だな。きっと中山さんの家ね。そりゃそうだぜ、幕末の公家で政治家でもあった中山忠康の邸宅跡だ。あまり聞いたことのない名前ね。中山忠康は尊王攘夷の思想を持っていて後部合体派の公家として、王政復古の大号令、を実現させた人物だぜ。そんなすごい人なの？仁光天皇の第八王女、和宮と14代将軍、徳川家茂の縁組に尽力したり、岩倉朝美と共に、王政復古の大号令、をしたすごい人物だ。なるほど。でも当時、御所の周りにはたくさんの公家が住んでたわけでしょ。この人の邸宅があるのも不思議じゃないと思うけど。忠康には義子という娘がいたんだが、その義子は孝明天皇の内侍内侍助になったんだぜ。娘もすごかったのね。ここから徐々に繋がっていくんだ。1852年にこの中山邸で男の子を産み、その男の子が後の明治天皇になる、幸宮、だ。ってことはまさか明治天皇の出生地？ああ。中山邸跡の敷地内には、今も産屋が残っていて、幸宮はそこで4年間養育されたんだぜ。天皇誕生の地なら大事にしなきゃね。この地が有名なのはそれだけじゃないぜ。中山邸には井戸がいくつかあったんだが、1853年の夏に連日の猛暑で、すべての井戸が枯れてしまったんだ。これは命に関わるわ。そうなんだ。さすがに水がなければ生きていけないぜ。どうするの？そこで一か八かで、新たに井戸を掘ることにしたんだ。すごいパワフルね。掘っていくと掘られた井戸から清水がどんどんと湧き出したんだぜ。成功したのね。この出来事を聞いた孝明天皇はかなり喜んだ。そして我が子である幸宮にちなんでその井戸を、幸と命名したんだぜ。もしかして、その井戸が今でも見れたりするの？見れるぜ、今も、幸は湧き続けているんだ。これはぜひとも見たいわ。でも不思議なことに、毎年湧き出る水の量が同じらしいんだぜ。何よそれ、本当に謎が多いわ。確かに謎だけど、京都には名水と呼ばれる水が湧き出た井戸がたくさんあって、今でもこの地は、御所の三名水、の一つに数えられているぜ。残りの名水も気になるわ。幸とあがたい、ソメイの三つだな。全部回ってみるべきね。注意するべきは、京都三名水あがたい、ソメイ、サメガイ、とは違うんだ。行くときは気をつけてほしいぜ。本当だ、似てる。さて、次は京都御苑の外郭には9つの門があるんだけど、そのうちの西門の一つ、蛤御門、だ。これはよく聞く名前だわ。よく耳にする名称だけど本当は正式名、新在家御門、と言うんだぜ。正式名称の方が気慣れないわね。どうして蛤御門と呼ばれているの？由来は1788年3月7日の未明に起きた、天明の大火、に関係しているんだ。気になる。これは京都で発生した史上最大規模の火災と言われている。知らなかったわ。一説によると、鴨川の東側にある宮川町の民家から出た火が強風に煽られ広がっていき、当時の京都の町の8割以上が灰になったんだとか。8割ってほとんどじゃない。御所も同じくその火から免れることなく焼けてしまうんだ。歴史ある京都の町が燃えてしまうのは悲しいわ。でも蛤御門と何が関係しているの？この時、常に閉ざされていた新在家御門は避難のために解放されたんだぜ。門が御所を守ってくれたとか。いや、それが火に炙られて開いた蛤のようだということで、蛤御門、と呼ばれるようになったんだ。
由来は火の方だったんだね。他にもハマグリ御門といえば、ハマグリ御門の変、だ。聞いたことあるような気がするかも。これは幕末の1864年、政変により京都を追放されていた長州藩勢力が、京都守護職にあった会津藩主の松平容保らの排除を目的として挙兵し、京都市中で市街戦を繰り広げた戦いだ。門は関係ないじゃない。このハマグリ御門の周辺で、長州藩の兵と会津、桑名藩の兵が激しくぶつかり、そこに薩摩藩の兵が参戦したことで、最大の激戦地となったんだぜ。なるほど。最終的には長州藩の敗北で終結するんだけど、この時の戦いの傷跡が今でも多く残されているんだ。よっぽど激しい戦いだったのね。だから今でもハマグリ御門の梁には、鉄砲の弾の跡が無数に残っているぜ。こういうの知っておくといった時面白いわ。最後に紹介するのが、あがたい、だ。もしかして、さっきキラッと出てきた井戸のことかしら。正解だぜ。井戸は、乾御門の南、宮内庁京都事務所の西側にあるんだ。井戸の傍らにあがた宮と呼ばれる社があったことがあがたいという名前の由来なんだ。やっぱり井戸の水には何か効果があるのかしら。地方管理として出世を願う人は、あがたいの井戸水で身を清め、栄進を祈願して宮中に登ったそうだぜ。清めたいわー。あがたいは、大和物語、には病気を治す水とも紹介されているんだ。ぜひとも行って水をいただきたいわね。しかし、日本足の瓦葺きの屋根に覆われた、四角い石の井戸枠が残っているだけで、現在は残念ながら枯れてしまっているんだ。なかなか維持するのは大変なのね。でも最近では、あがたいのすぐそばを掘ってみると、水が湧き出して今は水場が作られているんだ。あがたいと同じ水だったら感動ね。本当にそうだぜ。あがたいも古くから歌に読まれていて、五線和歌集には立花の光景の女が歌っているしな。それは興味深いわ。他にも俗五線和歌集には後鳥羽上皇が歌っていて、歌を訳すと当時はあがたいの周りには山吹が生えていたことがわかるんだ。和歌から当時の情景が想像できるって、なんだか素敵ね。気になる人は調べてみると面白いと思うんだが、やっぱり昔の歌は難しいな。言葉が違う感じがするけど美しいわね。以上で、1200年の都、京都御所の謎についての解説は終わりだぜ。いろいろな謎があったけど、とても勉強になったわ。京都にはまだまだ不思議な謎がたくさんあるから調べてみると面白いぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。